さあ、行くぞ。オウ。優勝戦人気の上では脚光を浴びる4番の香谷武明、一番人気を集めています。さあ10秒前、12レースの発走でございます。ブルーランプが消えました。スタートまでは3秒前。第12レース優勝戦スタートしました。最終半のスタート、ちょっと香谷はバランスを崩すような感じになりました。内側から鈴木清が先手、さらには香谷、大外からかましてくるのは8番の木村武史、ものすごい勢いで4番手で上がりました。さあ1周3コーナーでは3番の鈴木清をぴったりマーク、8番の木村が切り返そうとしています。先頭は1番の氷室志郎であります。氷室志郎の主導権、2番手矢島、0班の2人が引っ張りますが、もう3番手に8番の木村武史、今3番手のポジション、その後ろ鈴木清、さらには松尾博文、香谷は辛い展開になりました。岩崎7番手、最後方には佐々木慶という体制になります。さあがむしゃらに逃げる1番の氷室志郎が先頭であります。400勝のメモリアル勝利をこの優勝戦で決めるんでしょうか。2番手2番の矢島と周期、そして3番手からぐーっとアウトコースからアプローチするのは8番の木村、定石通りに切り返しを放って、ここで2番手に木村が上がった。まだまだ猶予は十分すぎるほど残っています。ややぐらついた木村、それでも体勢は立て直しています。大後ろから松尾も結構な推進力であります。これは木村もうかうかできない状況だ。1番の氷室が逃げている。1対1から木村が捉えた。さあ残り2周回で先頭木村武史が上がっていますが、3番手から第2の死角、6番の松尾が攻めろうとしています。足色は5分以上であります。8番の木村が先頭だ。必死に追いつく6番の松尾博文、完全なるマッチレース。香谷は現在4番手、残り1周ブルーフラッグ、木村と松尾によるマッチアップになりました。さあ優勝はどちらに。松尾博文が狙いを定めていますが、8番の木村が先頭だ。3番手は最後、形勢逆転、香谷が3番手で上がっています。先頭は8番の木村武史、通算82回目の優勝ゴール。1着8番、2着6番、3着4番以上でございました。払い戻し金です。2連勝短式8番6番1000円4番人気、2連勝複式6と8の組490円3番人気、3連勝短式8番6番4番1900円4番人気、3連勝複式4と6と8の組340円1番人気でした。さあそれではイベントホールの表彰式ご覧いただきたいと思います。この後優勝を飾りました木村武史選手がイベントホールに登場ということになります。それではお待たせいたしました、優勝しました浜松の木村武史選手です。皆様大きな拍手でお迎えください。木村武史選手です。優勝おめでとうございます。おめでとうございます。まずはじめに優勝しました木村武史選手には花束が贈られます。花束の贈呈です。おめでとうございます。はい、では見事優勝しました木村武史選手に早速インタビューをしていきます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。こんなにたくさんの方が集まってくださいました。はいおめでとうございます。通算82回、今年3回目の優勝となりました。まあ、レースはかなり最後までドキドキでしたけど、いかがでしたか。そうですね、まあ、今日は何といってもスタートの展開が抜群でしたね。うん、はい、そうでしたね。いや、まずレースも振り返っていきたいと思うんですが、試走の段階 3.30 でしたけれども、いかがでしたか。そうですね、まあ、試走から、まあ、手応えは良かったですね。はい、はい、まあ、そして先ほどおっしゃったように 30m 6車並びの大外からいいスタート切っていきましたね。そうですね、まあ、本当にあれがなければ、はい、今日の僕の優勝はなかったですね。道中は着実にさばいていきまして、まあ、残り2周残して先頭に立ちましたけれども、先頭に立った瞬間お気持ちいかがでしたか。そうですね、まあ、自分の、ね、グリップで一生懸命走るだけだとは思ってたんですけど、まあ、だんだん
音が近づいてきて、はい、ちょっと、まあ、ペースが、まあ、いまいち上がらなかったですね、はい、やはり後ろ松尾選手が後ろつけてましたけれども、お気持ちどうでしたか？そうですね、まあ、自分ももういっぱいで走ってたんで、まあ、やられたらしょうがないなとは思ってたんですけど、はい、まあ、ドキドキしましたね。ただしっかりゴール戦先頭で切りました。先頭でゴールした瞬間のお気持ちいかがでしたか？そうですね、やっぱり優勝できるっていうのはやっぱ嬉しいですね。ウィニングランでは笑顔で手を振っていらっしゃいましたけれども、はい、いかがでしたか？そうですね、やっぱりね、お客さんがね、こうして来てくれて、その前、ね、お客さんの前で、ウィニングランできるというのはいいことだなと思いますね。わかりました。改めて今節1節間振り返ってエンジン状態はいかがでしたでしょうか？そうですね、エンジンは本当にいい状態でずっと動いて、ここ最近はね、動いてくれてるんで、まあ、自分がね、うまく活かして走れるように、はい、したいですね。はい、さあ次節は12月6日から伊勢崎で行われるレース、そしてその後 G1 スピード王決定戦、そして年末にはスーパースタートライアルがここ川口で控えていますけれども、はい、今後の意気込みを含めてファンの皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、とにかく、この状態を維持して、一レース一レース頑張って、まあ、年末まで持っていけたらいいなと思ってます。これからも応援よろしくお願いします。見事優勝しました木村武史選手でした。本当におめでとうございます。ありがとうございます。